次将棋競技に見に行ってもらったのは浴室内の浴場内の撮影絶対禁止、浴場内の撮影は違法です、浴場内での撮影の禁止事項、群馬県条例第2条第、3、2項、公衆に著しく迷惑をかける暴力的行為の、防止に関する条例、何人も正当のな理由がないのに住居、浴場、更衣室、便所等を覗き見し、また撮影してはならない。で、これね、この写真ね、草津町交番にこの写真撮って共有してもらったんです。たら、撮影をすること自体は、この条例に違反しないっていう判断が出てます。群馬県警本部の、迷惑防止条例の公衆浴場の担当者も同じ見解です。例えば群馬県の温泉場に来たと。で、たまたま一人であると。ああ、いいなと思って写真撮って、私今群馬県のこんな温泉来てますよ。それを県警の本部の人が、いや逆に言えばありがたいですって言ってるんです。カウントされる裸を無断で撮ったとか、秘密の会話をしているのを動画を撮影して記録に残されたというカウントできる迷惑行為がなければこの条例は発動しない、すなわち勝手な解釈をして脅かしている強要罪的な刑事なんです。いいですか。で、ここに、区長代行って書いてますが、区長の人が病気かなんかで職務ができない副区長がいて、理事代表っていうのが、まあ、町議会議員なんだけど、この人に会いに行ったらどうも名前貸してるだけみたいで。これが、ね、草津町交番がこの解釈は成り立たない。群馬県警本部迷惑防止条例の担当者も、一人で入浴してる時にいい温泉だと撮影することは、迷惑がカウントできないから、条例は発動しないっつってるんです。じゃあ、この一体区長って何なの？ということを、まあ、ちょっとまた説明したいと思います。